今日はベストの投げが2本ぐらいあって、今日こそは 60m を狙ってたんですけど、やっぱりまだ足りない部分があったので、そこをまた潰していって早く 60m 投げたいなって強く思える試合になりました、ね、最近の試合でもずっと 57m を超える試合が多いので、アベレージはすごい高く保つ投げをできてるんですけど、やっぱり一発投げる力もあると思うんですけど、それを出せないので、そこが悔しいところです。やっぱり 58m 自己ベストを出したんですけど、自己ベストを出してもこの大会でこう楽に勝てると思わなかったので、やっぱり 60m 超えないと日本選手権とかトップの選手とは戦えないと思うので、早く 60m 投げて、日本選手権では60を超える投てきをして、女子のやり投げ高いレベルでなってきてるんですけど、私もそこに入って高いレベルで試合ができるようにしたいなと思います。